チタンという映画の話をします。今日から公開です。もうお願い見に行って、お願い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 、もう本当にびっくりするから。僕先に3月にちょっと試写で見せてもらってるんですけどね、もうさっぱりわからなくて、で今日公開日ですから、もう一回見に行ってさっぱりわかんなかったっすね冗談冗談、もう 100% 分かり散らかしたわ。見た人感想書いてもらって、見てない人はね、じゃあエイプリルフールなんでたくさん嘘をついてってくださいよ、コメントなんで。こんにちは、貝柱です。いただきます。ジュリア・デグルノーちゃんがね監督をしている映画、すさまじい映像表現ですよ。芸術的ね、わあなんかね、芸術的とかって僕が言うとなんか安っぽいね。だけどもう本当に素敵な絵でね。でちょっと僕冒頭で分かんなかったとか言いましたけど、ストーリーは至ってシンプル、ただシンプルに起こってる物事が要は初めてのことすぎて、正直だから賛否は分かれると思いますよ。すごかったなーっていう人と、すごい拒絶反応が出る人もいるかもしれない。もうあらすじはねちょっくら話しますけれども、アレクシアっていうレディーがいるんだ。レディーがな、この子小さい頃に交通事故のせいで、まあ、頭にイタタタってなっちゃって、頭蓋骨を激しく損傷しちゃったもんで、それを支えるために頭蓋骨にチタンプレートを埋め込んだ女の子です。で、これをなんかこう縫い込んで、なんか縫い跡がブイーってあるみたいな。うん、不思議なことにこう彼女はさ、チタンを埋め込んだ後にさ、この車のことがもうなんか大好き大好きってすごい執着し始めるの。もう好き好き、うーん、タイヤベロ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 、あー、うーん。でアレクシアは大人になって、なんていうの、ショーガール的な、なんて言うんだろう、あれは新しい車の発表会みたいなところでさ、横でこうレディーがさ、可愛い格好をしてさ、フフンとかってやってるやつあるじゃん、あの職業。こうやってポージングするわけですよ、車の上でね。で夜とか人がいないところでですね、隠れて夜な夜なこのお車とですよ、愛を深め合うんです。やるの描写されている状態だと、車のね、なんかこう後部座席に座って、シートベルトございますね、それをこうやって握りしめて、それがちょっとこのぐらいの引きのアングルでさ撮られてるわけ。車がなんかね、そんでギシギシ揺れてんの遠目から、まあ、車が好きだと。で、あ、だから機械に愛情を抱く人のことをさ、メカノフィリアとかってさ、まあ造語ではあるけど使ったりするじゃないですか。一旦ね、もしその言葉が頭に浮かんだ人は一旦ね、ちょっとその言葉封印してもろて、その言葉で縛るとね、一気にちょっと違うものになってしまうので、一旦とにかくその言葉に縛られんでね、見てほしいんですけれども、ご不便おかけします。はい。で彼女自身にも結構人気があって、ファンがおったりするんですよね。車でさ、家に帰ろうとするとファンの人がスタスタってやってきて、なあ俺あんたのファンなんだよ、お願いだからサインくれって、あ、もう今日はごめん帰るからって、もうお願いでお願いでサインくれサインくれってすげえしつこいから、ガラス窓ビーってあげて、ちょっとクイックイって、おーやった、サインだサインだって。そん時にガシャー、アレクシア髪止めるのに箸みてえなのつけてるっすね。箸っていうか、まあそういう髪止めがあるんでしょう、レディーの界隈で。もう耳にクスって言って、ブク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 、コテン。軍内、ファンの男を始末しちゃうわけです。実は彼女はもう猟奇的なこういう一面持ち合わせていて、だからその殺しって一度や二度じゃないんですよね。そっからもうどんどんなんかこう人を手にかけていくんです。いい感じになったその女の子とイチャイチャイチャ串でグサー、これを発見した男、あー警察に報告だーってやつも追いかけて椅子でバゴーン、もう椅子のさ、足の部分でゴキーみたいな。その後も背中バスン、やーわーってもう全員召されていくから、あーそんなことしてると当然ですけど指名手配されるんですよね。わー、逃亡生活の始まりです。その中で消防士のヴィンセントという男と出会います。
彼は息子がいたんだけど10年前に行方不明になっていて今でも探している。だからアレクシアは髪をバーって剃ってでなんかちょっと顔もこう見えづらくして男のふりをしてそのヴィンセントの息子になりすますんですよね。ヴィンセントもこいつは俺の子だとか言って言葉を喋るとやっぱその高い声だからまずいかなってもう言葉は喋らないと。ヴィンセントはそれを見てもまあ、 行方不明になっている期間も何かあってショックで喋れないのかなとかなんかこう自分で納得しつつ自分の息子の部屋だったところにはいお前の部屋だよって使えっていうわけです。部屋で一人にいる時にアレクシアはこう服を脱いですっぱだかになるんですけどそしたらそのヴィンセントが息子よって入ってくるからさお前ちょっとエロかよみたいな。そうやって二人はね共同生活を続けていくんですけど実はだけどこのアレクシアの身にはとあることが起こっていて、まあ、秘密があるんですね。それを抱えていることでこれから先さらにややこしいことになっていってわおわおわおみたいなお話です。はい、以上がね導入のまああらすじみたいなもんなんですけどであらすじだけ聞くとねだからひょっとしてバカバカしく聞こえるかもしれないですけれども車と何やるとかうへへバカ映画かよ BK 映画のなんかそういう導入会受けるみたいな。いやいやでもねこれは本当にこれはもう見てもらわんとわからんのよね悔しいよ本当にでもマジですごいんですよ本当に映像表現構成がもうやべえっていうか事故起きてチタン埋め込んで大人になってそういう綺麗なモデルになって歩いていくシーンとかからこうずっとこう結構なこうカメラ長回しでのワンカットから始まりもその間キラキラですよ。そっからの人をパコーンって殺す一転して残虐性が見えてうえってエクスタシーへの切り替わりみたいな。でこの先に起こるそのとんでもない出来事の表現とかももううーわなんとなくその DVD とかブルーレイ買って四六時中テレビで流しとったらなんかおしゃれじゃねみたいな映画ほらチンプになるやんこういうこと言うともうごめんって本当にもうごめんって言ってんじゃん記憶に残るようなね映画だと思うんでぜひ見てほしいんですけれどもまあホラー映画ではないんですけどねまあやっぱそういう残虐な表現がところどころにあるわけですよ。で結構攻めた描写してるんでびっくりしちゃうかもですけど僕は常々言ってますグロ苦手な人はグロおすすめですって。大丈夫ですよ映画はねあなたの命奪わない命までは取らないんだから映画ってそれがいいところ。たかが映画ですからこのたかがって悪い意味に取られちゃう危険かもだけどこのたかがが大事ですよ本当。自分の人生までは奪ってこないわけです映画はあくまで虚構として隣に寄り添ってくれてるだけあなたに違う世界を見せるために安全圏でさ命無事な状態でさそういう知らない世界を見れるんだったら1800円って安いっすよね。この時もうちょっとネタバレを含んだ話をしますけどちょっと新作の映画なんでねもちろんその後半の話とかは しませんがただ若干踏み込んだ話はするんでね気をつけてください。ヴィンセントと共同生活をこうやって送っていくね、なんかその消防士のね仕事とか手伝ってで見た目はだから男さらしとか巻いて男のふりこれがねマジで男性に見えてくるんですよねちょっとずつあれ俳優さん一緒だよなあれ変わったんじゃねぐらいのだけどアレクシアねどんどんですよお腹が大きくなっていく、ね、ほんでお股の部分からブシャードス黒いオイルが垂れてくるんです。彼女さ妊娠してるんですよね。車と自分との子はでそれがどんどん大きくなっちゃってくるから男のふりしてるんだけどもう晒しを巻くのももういっぱいいっぱいですよお腹グワーって引っ込めて一方アレクシアを引き取ったねヴィンセントという男は実はアレクシアが本当の息子ではないっていうことを奥底心の奥底では実は理解をしているんです。だけどそれを自分でもこう自己暗示っていうかだから息子っていうふうにして生活をしてる。それほどヴィンセントにとって息子っていうのはないと自分の生活に支障をきたしてしまうものなんですよね。だからアレクシアは子供の頃にさちっちゃい頃に
頭蓋骨のその補修をするためにチタンプレートを埋め込んだじゃないですか。ヴィンセントにとってのチタンプレートはだからアレクシアなんですよね。チタンもアレクシアも、まあ、代替品なんだけど、その場しのぎっていうか、だけどそれが本物にの愛になっていく、なりうる。血のつながりはもちろんのことも、男だとか女だとか、なんでもね、人間かどうかすらも関係なくこうつながっていけるっていう、そのだ新世代第一世、その一世が誕生する瞬間のだから映画なんですよ。大事なのはだから血のつながりがどうとかさ、もうそういうレベルの話じゃないわけです。愛はもう全部を超えていくっていうか、この自由感、解き放たれる感じはすごく心地いいんじゃないかなって僕は思いますよ。すごく言葉っていうものでその固められたその輪郭がなくなっていく解放感も気持ちいいもんじゃないかなと。このボーナストークだって、この先人類はさ、だからその人類有機物っていうものからもしかしたら解き放たれてさ、人っていうこの殻からも脱してさ、もしかしたらあらゆるものと融合していくかもしれないですよね。もう最近だとほら、脳にマイクロチップを埋め込んでとか、体に埋め込んでとかの話も出てきてるけど、だからその人間っていう輪があるけど、もうそれが崩れていって、これはね、僕怖い話をしてるんじゃなくて、いいことだなって思う。なんかそういう個体と個体の間にあるそのボーダーだけ、割とその今まではカチカチの壁だったんだけど、それが割と簡単にこうぬるんとこう開け閉めができるようになってくる感覚っていうか、多分ね、若い子の方がね、若い子ってほら結構柔軟だから、そういう新しいものに対する受け入れ方ってすぐ、僕ぐらいの年になってくるとちょっとずつその頑固になって、新しいものをほら受け入れがたくなってくる。なんだ TikTok だみたいな。でも若い子は新しいそういう価値観を受け入れやすい土壌があると思ってるから、僕はそれに期待しているから、ぜひ若い子見に行ってほしいんだけど、あれ R18 だっけこの映画。ちょっと待ってくださいね。チタンって R18 指定かな、もしかしたら。なんかその気がするわ、あの描写的に。チタンってどう、なんだ。大丈夫、大丈夫でした。R15 なんで、まあだから高校生ぐらいの子から見れますからね。ぜひね、見に行ってください。まあ、中学生の子もね、ちょっと高校生のふりして。やめとこうか、こんこういうこと言うのはやめとこう、ダメだよ、見ちゃダメだよ。はい、はい、そういうことでした。以上、おしまい。